完全クリアします。スピリッツ、まずちょっと現在の状況を、スピリッツ名鑑1303分の1300、そしてもうその3がね目の前にあります。そして最後の3スピリットがこの3もう準備万端っていうね。超過ディクシーコング、あードンキーやったことないからわかんない。ディクシーコング&ディンキーコング、そんなのいたの。続いてコウメ&コタケこれはゼルダの伝説、時のオカリナ魂の神殿のボス、いやマジ懐かしい。これは俺人生で一番最初にやったゲームが時岡だから、アイコンもゼルデになってるんだけどっていうのを何回か話したことがあって、待って、最後 DJ タコワサ将軍、もうこれはおなじみだねシルエットが見覚えありすぎてやばいんだけど、スプラトゥーン2のヒーローモードのボス DJ タコワサタコツボキング、え、そんな名前だったっけ。はい、あれ、なんもない、揃ったよあ、そう、ここら辺もね、あのアップデートが入って、あのショップで買えるようになって普通に買いました、ピカチュウとイーブイの相棒なんか限定イベントとかしょっちゅうやってるけど全然もう関係なく普通に入手できる感じみたいですね。まだファイターとかはちょいちょい増えるんだろうけど、現時点でとりあえず1303がマックスです。もう全部コンプリートしましたこれ完全コンプリートする人多分少ないよね。スマブラ購入者の 10% もいかないんじゃないかな普通に結構単純作業な作業芸のところもあったし、収集要素とかが好きじゃないと、ね、なかなかできないと思う。地味に時間もかかるし、いや、なんもないんかい。スピリットをすべて集めたみたいななんか表示が出るのかと思ったら、なんもなかった。ショップ。とりあえず今、勝ち上がりチケットがね、まだ99じゃないんで、これを地道に1個ずつ貯めてる状況ではあるんだけど、他のスピリットはもうちゃんとね、全部1で持ってる。あ、これ今、超過したから持ってないな。いやー、もうこれ完全クリアでしょう。あとはあれか勝ち上がり乱闘で一応表示がクリアしたキャラクターにはつくから、そういうのが残ってるぐらい。いや、でももう集める系のものは全部集めたはず。そう、スピリッツボードもねちょいちょい確認して、あれ、これない。そう、ほとんどでも左上にクリアって出て、あ、まだちょいちょいあるんだな、出るんだな。じゃあこのコウメ&コタケをやばい、間に合うかな。いや、本当にまあね、一番効率よくやるのはやっぱりともし火の星を全部集めてからこのスピリッツボードでしか手に入らないやつをクリアして、で、あとね、なんかね、意外とやっぱ限定のファイタースピリットとかは勝ち上がり乱闘でしかほぼゲットできないんだけど、あとショップでまあ売ったりもするんだけど、なんかそういう特別な条件じゃないとゲットできないやつもあったりして、あちょっと待って、喋りながらやったら使っちゃおうあ、そうだ、あとアドベンチャーモードのショップでしか買えないようなスピリッツもいたりして、よいしょ、よし、うん、全部クリアになってる。で、もう使ってみよう、適当に穴埋めして、クリアクリアクリア、そしてオールシャッフルクリア、あ、クリアしてない。いや、ひたすらやってればまあちょいちょいクリアしてないのは出てくるけど、まあこれもそのうち終わるでしょう。じ
また穴埋めして、じゃあ次はオールサポーターあんま違いわかんないけど、お、ショーカラーズクリアしてね、もしかして撮っといたのかもなこれいやまさかちゃんと動画撮ってる時に当たるとは。自分の吹っ飛びやすさがアップ、相手がアシストフィギュアを呼び出してくる。ああ、これあれなんだよね、ショーカラーズ、よし、めっちゃいる、すごい画面が狭くなってあ、ちょっと待って、ちょっと待って、一瞬で場外に出ちゃうんだよね多分。危なっ、あ、全然みんな出ない一人だけなんか一瞬で散ったけど、場外に出やすくなるんだよね多分画面が。そういえば待って、ちゃんとフェスの曲でタチウオパーキングでと、まあスプラトゥーン、あ、また出てきた、ショーカラーズ、ちょっと待って、そろそろやばいのでは、ちょっと待って、全然相手吹っ飛ばん、うわ危ない、危ない危ない危ない、どこどこ、嘘嘘嘘、危ない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 、マジで場外出そうだった。これ一応レジェンドか、なんか強いと思った。いやー、嫌な嫌なアイテム取られた、見えない見えない見えない、危ない危ない、いやー、いやきつい、ここで、激痛回復欲しいなこれ。あ、持ってる、あ、持ってる、最後よっしゃめっちゃめっちゃうまく決まった、もう全てがうまく決まったわ最後。投げて投げて回復して回復して、最後最後の切り札、狭い、これは狭い、これはさすがにちょっとルーレット崩しを1個使って、危ないいやでもこれ持ってんだよね多分、塩カラーズ確かあれだな、呼び出しで塩カラーズゲットして、そこで初めて呼び出しでゲットすることでここに出るようになるみたいな、だからミッションクリアにはなってなかった、アスピリッツクリアかって感じで。いや、まあまだちょいちょいここはねあることは分かったけどでももうクリアでしょう、見てよこれ99レベル99の多さよ、ちゃんとね、あの育て屋じゃないや、なんだっけ、なんかマックのところで預けるところ、99とかにレベル上げてくれるところに定期的に上げてほとんどレジェンド級は多分全部99にしたんじゃないかな。で、星3つのやつもだいぶレベル上げまくって、もうこのやり込みをよ、久々にやったわここまでいや、まあまだ終わってないけど、レベル99の戦いはまだまだ続くって感じで、どんだけゲーム集合してんだって感じ。そんなこんなでスピリッツ全部収集でした。もうこれで終わったわ俺のスマブラ次何目指そうっつったら、もうオンラインひたすら VIP に上げていくぐらいしかないな。勝ち上がりランド全員とかはちょっと果てしないんでもっと言えば組手とかもね、チェックマーク一応つくから、ああいうのも全員やらないといけないのかもしれないけど、もう収集系のやつが一通りできたから俺はもういいやってことで終わります。目標一つ終わってしまったってことで、改めてマリオから始まりあ、これマリオメーカーなんだ一応、ウェディングスタイル、これ最近のマリオ、ルイージ、ピーチ、デイジー、クッパ、ドクマリ、ロゼッタ、クッパジュニア、イギー、ウェンディ、エミとか、ちょっと果てしないからいいや。マリオシリーズ、いや、ここら辺とかね、スーパーマリオサンシャインも、俺の世代、ここら辺なんだけど、すんごいツボなんだけど、逆にここら辺がわかんない。あ、これ、すごい最近だよね、多分。ここら辺はマリオカートシリーズかな。
B ダッシュ B ダッシュこれよくわかんない。あーペーパーマリオ、え、なんか混じってる。リンクマリオカートなんだこれ。ペーパーマリオ、いやーちょっともうここら辺これやばいすごい、ここら辺の世代。ドクターマリオシリーズ、マリオペイント、スーパーマリオストライカーズ、これも持ってた。マリオテニス、ドンキー、ゼルデン、時のオカリナ、ムジュラ、風のタクト、いやートワイライトプリンセスとかね、スカイウォードソード、あれだっけ、ちょ最近のゼルダ疎いんだよな。大地の汽笛と、あメトロイドは分かんない。でヨッシーシリーズ、星のカービィシリーズね。カービィは俺曲は好きなんだけど、あのゲームが普通のただのアクションだから、そういうのあんまりやんない、ストーリーがあんまりないというか、そういう系はあんまりやんないかな。フォックス、スターフォックスね、俺一作だけやったことあるんだけども全然記憶にない、昔すぎて。ポケモンポケモン、これちょっと増やそうと思えばいくらでも増やせるでしょ。今ポケモン何体いるんだろう、すごいことになってんじゃない、多分すごい厳選されてる、厳選されてる中なぜ電流とかがいるのか分かんないけど、純伝説とか伝説系はねやっぱちゃんとしっかり入れて、あと俺グラードンは分かるんだけど、原始グラードンの世代はもう分からない人なんだよね。ここら辺はもう全然わかんない。ポケモンの XY とかサンムーンとかそこら辺なのかな。で、マザーシリーズでしょ。いや、マザーもね、なんかめっちゃいいって評判聞くんだけど、やったことないんだよね。で、F0 シリーズも全然やってない。ファイアエンブレムも全然わかんない。もうなんか全員同じ顔に見えちゃう。わかんないと、本当に。やっぱキャラデザがねすごいちゃんといやどうした、ゲーム&ウォッチシリーズ、これ完全にネタないだけでしょ、無理やりスピリッツを増やしてる感あるけど。でパルテナの鏡シリーズでしょ、メイドインマリオかな。あれワリオって一番最初がメイドインマリオなの、ワリオランド。メイドインマリオはね、あのゲーム、任天堂のゲーム機が出たら必ず1個なんか出てくるみたいな、そういうシリーズで、まあ割とわかるけどそんな思い入れがあるっていうほどではない。メタルギアわかんないな。あ、ここら辺もメタルギアだったんだ。もうこれも違いがわかりません、先生。メタルギアさん、ソニックシリーズで、ピクミン、あ、ピクミンは1、2やった。でも3やってない。2でルイが出てくるんだけど、これ多分3なんだよね、全然わかんない。洞窟でこのゲームでもすごい目にかかるんだけど、あークイーンチョッピー、トラウマ、みんなのトラウマ。そしてダイオデミマドラ、これピクミンの最終ボスだよね。でこれ3なのかな、知らないロボットよくわかんない。で、村人。いや、動物の森もいっぱいいるね。トタケケタヌキチ、ツネキチ、グレース。いや、でも、パッと見ただけで名前わかんないのすごいいっぱいいる。右は本間さん？右は迷子ちゃんとお母さん？舞子ちゃんか。右は師匠、右巨匠。あ、意外と覚えてる。なんかこうやって見てるだけでも俺、すごい楽しい。ロックマンわかりません。いや、わかるわからないの差が。ロックマンね、ちょっとだけやった気がするんだけどな。流星のシリーズが出てすごい評判が落ちたのは知ってる。逆にあれが好きな人もいたのか。俺の周りではすごい評判悪かった。流星から終わったエグゼまでとか言って、自称評論家たちが。 B フィットやったよ。このペット B フィットだったんだね。俺どこにいたっけ、全然覚えてない。腹式呼吸、太陽礼拝、立ち木のポーズ、ダンスのポーズ、英雄のポーズ、リトルマック、パンチアウト、わかりません。パックマン、パックマン少ないね。え、これパックマン、パックマンだったのこれ、マジか。で、ゼノブレイドでしょ。
なんかすごいキャラデザ変わんない、1と2なのかな、めっちゃ可愛いんだけどここら辺一番全部の中でキャラデザが一番好きかもしれない、ゼノブレイドでダックハントどちら様ですか、デストリートファイターシリーズ、なんか赤いね、色が赤みがすごい、ファイナルファンタジー7、あ、FF は2つだけなんだね。で、ビオネッタシリーズ。あ、ちょいちょいいるな。いや、ビオネッタはマジで何もわからない。全くわかんない。スプラトゥーン来ました。イカちゃん、ジャッジ君、ショーカラーズ、テンタクルズ、プキチ、アネモ、一然。いや、全然、全然、あ、ロブはわかる。ここら辺わかんない。そんな名前だったっけ？で一番最後に集まったタコツボキング、ドラキュラシリーズに、いやドラキュラも分かんない、あーここら辺あれか、すれ違い見広場、すれ違いの通信もいっぱいあったな、 3DS のすれ違い、あのね、コミケに 3DS を持ってったら一瞬でマックスカンストまで集まるっていうそれでちょいちょいやった記憶が、ああここら辺スマブラ X か、さあそして超懐かしいシリーズ来たよ、シリフシリーズ知りません、ベースボールもう野球専門のゲームとかだよね、これテニス専門のゲーム、めっちゃ昔のゲームだと思う、デビルワールド、クルクルランド、エキサイトバイク、バルーンファイト、あー謎の裏三面相、曲だけ、いやもうここら辺多分ねすごいツボの人はツボなんだと思う、もう俺より断然上の世代だと思う、もうこれとかイラストがなんか微妙に左右対称じゃなくない、気のせいこれ、もう元ネタが本当わかんない、あでもこれ最近っぽくない、いやーちょっとここら辺、ここら辺知ってる、クルクルリンスカッションでこれ、いやーわかんないだろうな、おーこのタイヤもやってる友達いたな、あースタフィー、うん、ここら辺、ここら辺自分の世代でもあんまりやってない、足広もね、そうお店に並んでるのすごい見覚えがあった、バンドブラザーズこれもすごい、俺はやんなかったけど音楽系のゲームだよね、これやった、アナザーコード、多分知ってる人全然いないと思う、これねエレクトロプランクトンステージにもあるよね、川島教授来ました、あやらかたまじく、あーもうやばいツボ、ここら辺がツボ、これ知らない、あーちょっとここら辺あの単体のゲームだね、うわーちゃんとちゃんと呼んでくるのがほんとすごい、あーもうここら辺結構最近の人おーってなるでしょう多分知らんけど、で終わりか、ここまでだね、シャンティが最後だね、多分1297が多分デフォルトであったやつで、ここがなんかちょっとおまけで得点で増えたやつで、で追加でなんかちょいちょい増えるらしくて、でファイター追加と、だから基本1297が全てで、うんって感じっすね、モンハンは一体なんだ、最近だね、やばいもうずっと鑑賞してられる、多分俺コレクター系だから本当にツボ